レオナさん、おめでとうございます。今日はあのレオナさんの誕生日ということでね、僕走って駆けつけたんですよ。レオナさんの誕生日会がね、盛大に行われてるんで、本人はいないですけどね。なのでおめでとうございますということで、みんながね、みんなレオナさんの誕生日を祝いに来てくれた。レオナさん、レオナさん本当おめでとうございます。良い32歳を過ごしてください。伊藤でした。レオナ君、あの時はお世話になりました。なんと今日誕生日だということでおめでとうございます。いくつなんですか？32かな。 32? 僕のじゃあ一つ上ですね。僕31なんで。レオナさんもあの YouTube チャンネルと本業と合わせていろいろ大変でしょうけど、共に頑張っていきましょう。同志だと僕は勝手に思っております。誕生日おめでとうございます。マグニーでした。はい、ヒリボンです。レオナさんお誕生日おめでとうございます。まだね、どっかのタイミングで、一緒に飲める時が来ると思います。それでは、美味しいお酒飲みましょう。お願いします。ヒリボンでした。レオナさんお誕生日おめでとうございます。ジジコモです。今度ね、名古屋行った時にお店ね、行かせていただきます。ぜひともお願いします。お誕生日ハッピーバースデー、ギャギャギャと申します。どうもレオナさん、お誕生日の方おめでとうございます。今回ね、レオナさんとはまだ1回ぐらいしかちゃんと会ったことがないんですが、レオナさんはね、すごく大好きな人間の一人なんで、今度また名古屋の方に行かせていただいて、動画の方一緒に撮らせていただければなと思ってますんで、よろしくお願いします。僕誕生日6月10日なんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。レオナさん、誕生日おめでとうございます。まだお店行くんで、美味しいスパゲッティを食べさせてください。食べたことある？ありますよ。いいの。めっちゃ美味しかったです。おめでとうございます。レオナさん、お誕生日おめでとうございます。ジャックです。またあの名古屋行きますね。また一緒に遊びましょう。レオナさん大好き。見たことないと思います。ゆっくんです。お誕生日おめでとうございます。レオナさん、お久しぶりです。マナです。先月会いましたけど、先月かな、先月か先々月か忘れましたけど、おめでとう、お誕生日おめでとうございます。若干酔っております。この前みたいに酔っております。この前以上に酔っております。言わないとわかんないと思う。レオナさん誕生日おめでとうございます。伊藤信のキャスで知らせていただきました。いつかレオナさんと一緒にあのレモンの酒飲ませていただくことを期待しております。それではレオナさんお誕生日おめでとうございます。いつかお店に出向かさせていただきたいと思ってます。ぜひ広島の方にぜひ広島の方にいらっしゃった時はサイコロのところへ来てください。バイバイ。レオナさんお誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。今年1年もいい年でありますように。レオナさん、レオナさんおめでとうございます。また飲みましょう。あの僕も連れてってください。名古屋からね。名古屋行きます。バイバーイ。レオナさん誕生日おめでとうございます。初めて会ったのは多分名古屋の時やだと思うんですけど、いきなり声かけて、多分いきなりレオナさんが声かけていただいて、でそこから今の多分ここまでなって、でスナトロジーのあのパーカーも購入していただいて、で今、多分スナトロジーのことでいろいろ言いたいって言ってたので、それはぜひお話ししたいと思うので、次お会いした時は話しましょう。名古屋に行きますのでお待ちください。お誕生日おめでとうございます。それでは